にちは。今日はこの浴衣や着物を着た際に履く下駄とこの下駄専用の靴下タビを紹介したいと思います。でまずこのタビなんですけど、このように親指をここに入れて2つに分かれています。これをここに入れてこんな形に履くようになっています。浴衣や着物を着るときに必ずと言ってもいいほどこの下駄とか足袋は使えます。日本では花火大会やお祭りのときに浴衣を着る機会が多いと思うんですが、そんなときにはこの足袋を使用してください。足袋の履き方なんですけど、ここに紐がついてます。ここにこの金具をこうやってクリッと入れて全部差し込みます。そうすると上手に履けますよ。でこのような形になります。ここに親指が出てきて、こっちにその他の指が入ってます。日本に来た際は、この柄だけではなくたくさんの足袋の種類や下駄の種類があるので、いろいろと見てみてください。では日本の旅行を楽しんでください。